バニュルス・シュルメールは、フランス南部、オクシタニー地域圏ピレネオーオリアンタル県内、セレグン、コートベルメイウゴールのコミューン。カタルーニャ語では、バニュルスイコールでイコールラマレンダ。バニュルス・シュルメールは、セルベール、ポール・バン、アルジュレス・シュルメール、および、コリウールに隣接している。この一帯は、ワイン産地として知られ、甘口のバニュルス島が有名である。この町には、 海洋博物館があり、水族館が併設されている。ピレネー山無役東端の丘陵地帯がこの町のあたりで切り立った崖となって地中海へ沈み込んでいる。バニュルスシュルメールが初めて記録に現れたのは981年で、バルニアムあるいはバルニアーラと記されている。1074年より、この町はバニルズでマリチモと呼ばれるようになるが、それは 約2 0トル離れた別の町、現在のバニュルスイコールドルイコールアスプルと区別するためであった。1197年の資料にはバトナラスでマレジネと記され、これは1674年にも見られた。カタルーニャ語では19世紀よりバニエルズデラマレンダと呼ばれている。地名のバニュルスはこの場所に池があったことを示している。実際、 1872年まで池は実在したのだが、バイウリア水路により干上がった。カタルーニャ語のマレンダやフランス語のシュルメールは、単に文字通り海沿いにあることを示している。2世紀近くにわたり、スペインとの間で商品を相互に密輸することが、バニュルス・シュルメールでの主要な営みであった。時代により、塩、タバコ、銀、砂糖、米、繊維、そして皮革が、ほとんど、 おがめなしにこの町を通じて密輸されてきた。他には、漁業や、ぶどう栽培などで、住民は糧を得てきた。現在では、微味で希少な甘口赤ワインの知名度により、ワイン産業が観光資源として、地域経済で大きな役割を果たすようになっている。ありがとうございます。